これ逆っすね。はい、始まりました。ドリームキングダムコスポラジオ番外編です。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレスビル1階サテライトスタジオより生放送でお送りしております。はい、コスポラジオのメインパーソナリティを務めさせていただきます、コスプレイヤーの赤羽ももです。よろしくお願いします。この番組はコスプレイヤー応援アプリコスポがお送りするコスプレに特化したサブカル音楽番組の番外編として最後の放送になります。そしてアシスタントには川崎 FM で2年間放送に携わってきたこの方。はい、どうも KJ 谷です。最終回どうぞよろしくお願いいたします。みんな拍手。はい、では早速ゲストさんを紹介します。おい、ゲストさん。あ、デザイナーやらせていただいてます、高橋と申します。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。LINE LIVE で配信させていただいてます、たくまろんと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ゲームと名のつくもの大好き人間、テーブルゲームアドバイザーの竹内です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す, します。はい、今回はこの5人でお送りいたします。最初からまあいたね。ちょっと盛り上がっていきましょうかね。そうですね。じゃあでは早速今回のテーマは、あなたの一押しの少年漫画。きたこれ、きたこれ、これはいいですね。ももちゃん、じゃあちょっと私から。私は最近まあジャンプで流行ってる僕のヒーローアカデミアが今一番好きですね。ヒロアカと言われてる、ね、そう。いや、なんかヒロアカはジャンプフェスタでもうちょっとコスプレやらせていただいて、おちゃこちゃんっていうキャラクターをやらせていただいたんで、すごい思い出ある作品になってますね。すごい嬉しそうに。そうね。ちなみに谷さんは。僕ですか。僕はちょっと懐かしいんですけど、幽遊白書っていう作品がすごい好きで。ああ、いいですね。今の方だとハンターハンターとか、あ、はい、作家さんが一緒だっていうのが分かるかな。はい、そう、なかなかダークなんですけど、僕初めてアニメとかのグッズを買った、唯一買ったグッズ、そういうなんか、まあ、俗にオタクが買いに行きそうなとこまで足運んで買いに行ったのは、誘白のレーガンリングっていうやつ。買いましたね。リングなんですね。リング。あとキャラソンもその CD は誘白を買いました。今でこそアニメのオープニングってその有名な歌手の方が歌ってるんですけど、あの頃でも声優さんが、はい、あ、多かったですよね。買って覚えたよ。すごいな。聞いて、クワマラが演歌だったりとか。そうそう、僕も思ってました。いや、もうクラマ大好きみたいな。かっこいい。そう。もうじゃあ他にも結構少年好きだよね。少年好きですね。でもブリーチとかはもう一番なんかすごい自分の中でオタクが爆発した時期でしたね。そう、ブリーチ、ブリーチは良かったですね。いちごかっこいいですね。いちごかっこいい。一丸推しなんですけど、まあそこ一丸推しなんですけど、いちごかっこいいですね。僕結構好きなんがやっぱりジャンプは好きですね。ワンピースも好きだしとか、面白い。最近それこそジャンププラスとかそれこそワンピースがもう一回今無料で見れたりするんですけど、今ちょうど空島編あたりなんですけど、やっぱめちゃくちゃワクワクしますもんね。泣けますよね。泣けますね。ももちゃんも好きだよね。ワンピース大好きですね、私。もう何回見ても泣けますね、ワンピースは。僕ロビンの行きたいっていうところで、一人で見だから一人でしか見たくないんだ。メリーゴーのところでも泣きますね。メリーゴーも泣ける。あの3ページぐらい読んでるだけですぐ泣きますね。最後すごいやっぱりこう名作。名作ですね。そうですね。ちなみにさっきハンターハンターと幽遊白書、僕一番好きなレベル E だったりするんです。レベル E 公式で YouTube かなんか出したかな、あれも 見てて、あ、そう、すごい、そうなんですね。あの、なんやろ、
妖怪の出し方っていうか世界観とかすごいこう、はい、いいよね、いいですね、うん、感じで。さあちょっとまだまだ喋っていきたいんですけど、加えて人数多いんでちょっと曲もいきたいと思います、はい、ではここで、ゲストのたくまろんさんのおすすめの曲を紹介していただきます。はい、歌手名 The Field of View で、曲名、だんだん心惹かれてくるです。どうぞ。カッコは基本言わんでいいやつやから、あ、はい、はい、カッコ歌手名カッコ曲名っていうのは言わなくてもって、はい、流れ流れですどうぞっていう。はい、わかりました、すいません。ほんであれゲスト一番最初誰が言うんやったか覚えてるか。ゲストは僕ですよね。うん、あ、はい、そう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 、はい、すいません本当に固まったからもう、あーやばい、こっちはい、もうすいませんもうよかったね、わかるな、もやかさん、ね、すいませんそう、俺今日紳士で喋ろう思ったら薄いからマジで、あのゲストのトーク振る感じで、はい、だからもう次からはマイクをこうしちゃいます。おお、はい、ね、だから僕は基本はあんま喋らないよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんでこれ1分半になったら曲が流れるんで、あれあと20秒前ですって言ったらその時にまたこれカーブ上げるくせに、はい、カンセルとドラゴンボールと、そうですね、ドラゴンボール、曲紹介は何々さん、曲紹介で気づいた方も、いるかもしれませんが、ドラゴンボールの、曲ですね。はい、はい、はい、ドラゴンボール、はい、ちょっとこのガチガチ男なんとかしてめっちゃ緊張してますね。緊張しますめっちゃ、はい、でももうみんな大好きだと思うんでドラゴンボール、もう有名ですけど、違うっすか、そうなの、大好きです、大好きです、ありがとうございます、はい、大好きです、ドラゴンボール、ドラゴンボール、いまだにあのちっちゃい頃だからもうガチャポンがやっぱ出てたりとか、あ、ありますね、再放送だったり新作だったりとか、ね、フィギュアなんかもどんどん出てますもんね、今でもクオリティがめちゃくちゃ高いっていう、最近高い、あれ見てるだけでちょっとテンション上がる昔はもう誰か分かんないぐらい造形がふわっとしてたりしてる、あ、そうですね、最近のはゲームセンターのでもよくできてます、そうですね、そうですね、たくまろんさんは、はい、このドラゴンボールになんか思い出みたいなのありますか？いやもうちっちゃい頃に見てたんで、で僕なんかはその当時はあのそのリアルタイムでやってなかったんで、なんか DVD とかを借りてそういろいろ見てたんですけど、あ、まあ、一番好きなのは、GT っていう、GT? ドラゴンボール、ドラゴンボール Z、ドラゴンボール GT って感じで、本当は Z って ABC のあの Z で終わりって意味だったんですけど、うん、また始めちゃったってことでごめんなさい鳥山っていうことで、あ、そういう意味なんです、噂みたいな、噂噂みたいな、噂知った、はい、面白い、これ知らない人はなかなか驚くんじゃないかな、ごめんなさいの鳥山、そういう感じだったんですね、はい、じゃあこのまま、次、竹内さんになんかおすすめの少年漫画好きなの聞いてみましょう。私はそうですね、黒子のバスケがすごく好きで、あ、いいですね、黒子のバスケ、なんか最近でもまたなんか高校生編が終わってまた大学生編が始まってみたいな感じで、あの、そうですね、呼ばれてて、もうすごい私中学の時に見たんですけど、うん、もうすごいその友情の描き方やったりとか、うん、思春期特有なの葛藤みたいなのをすごい描写してはって面白いなと思って、もうぜひ黒子のバスケまだ読んでない方は全巻から買っていただいて、あの全巻買っていただいて、絵も綺麗だし、そうですね、そんなに経つんですね、黒子のバスケ、そうですね、結構経ちますね、なんかつい最近のように感じちゃいますね、そうですね、なんか結構ずっと結構のその出たのは前ですけど、うんうん、あの今になってもそのファンが絶えないっていう形なんで、やっぱそのツイッターだったり SNS でもなんかまだファンの方があのコスプレだったりして知ってはりますね、うん、へー、人気がすごい、じゃあ高橋さんのおすすめは、
そうですね、じゃあせっかくなので、ジャンプ流れで来てるので、僕も一番好きな、少年漫画としては、こち亀。あー、こち亀懐かしいですね。この人渋いな。僕はこち亀に育てられたっていうのは過言ではないと思ってて、こち亀のちっちゃい頃から読んでるおかげで、いろんな雑学だったりとか、あの人のこう何にでも全てこうプロフェッショナルにやるみたいなところとか憧れてますね。人生経験も人生、そうですね、あの人の、ポジティブになれますよね。そうですね、めちゃくちゃだらしなかったりとか、給料をもらった瞬間商店街の人に追いかけられたりとかはするんですよ。そうですね、あの人のパワフルさは本当みんな尊敬してますね。はい、はい、じゃあまあちょっと話し足りないですが、ここで一回曲に行きましょう。じゃあ、はい、次の曲は高橋さん。はい、これが僕はちょっと、オタクというかもうみんなにオープンにしたきっかけ、の作品の曲になります。万蔵さんで、マイペース大王です。どうぞ。文字ちょっと巻きに入ってるわ。46分やから今見て時間。あ、本当だ。一個ずれてた。まあ全然この時好きなキャラトークはちょっと盛り上げたいじゃないですか。だからこれ終わった後に言ったらは、ここでみんな好きなキャラを発表くださいみたいな感じでバンってしてもらったら、はい、でそれちょっと掘り下げよう。はい、ほんで50分ちょっと一回ここ曲の感想を入れます。了解。ちょっとで50分で次曲いっぱい告知ちょっと増やしたい感じ。はい、これ何の原始圏です。原始圏っていうシャンはあれですね、ラノベです。いや、漫画もアニメも両方。あ、ラノベはなかったですね。あ、そうなんです。大学生のオタクサークル。はい、お聴きいただきありがとうございます。高橋さん、この曲に思い出はありますか？はい、これは原始圏という作品の曲なんですけども、これが大学生のオタクサークル、その中で、ゲームをみんなで集まってやったりとか、特にコスプレもしたりとか、みんなで同人誌会に行ったりとかっていうなんですけど、それまで僕は結構一人でそういう、アニメを見てたりとかしたんですけど、オタクあるあるですよね、はい、の時にこうやって仲間を作ってみんなでやるのすごい楽しそうだなと思って、今までずっと幼馴染の友達だったりもにもちょっとだんだん打ち明け始めたら、実は俺もとか、なんか格ゲー面白そうとか、いろんなのでこう集まって、最終的に友達の部屋がもう一つ部室みたいな、オタクの部室みたいな、24時間誰が行ってもゲームしてたりとか漫画読んだり絵を描いてたりとか、でその中の一人がそこから絵描き始めて、いや素敵ですね、はい、それやっぱそんなオタクは陰キャなんでね、意外と打ち明けたらね、そうね、周りもオタクだったっていうケースがありますね。まあ、じゃあそんなこんなで、好きな作品を教えていただいたついでに、皆さんの好きなキャラクターも聞いちゃおうと思います。聞いちゃうんすか？聞いちゃいます。ちょっと掘り下げていきましょう。じゃあ僕からいきましょうか。僕はコードギアスのルルーシ様。ゼロバージョンじゃなくて優等生ルルーシ。いやー最高ですね。異能と触れ合ってるルルーシ。もうこれはもう俺の中で尊い。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 それは尊いな。じゃあ次、私ちょっとマニアックかもしれないんですけど、妹さえいればいいっていう、ちょっとラノベの作品のカニナユタっていうキャラクターがすごい好きで、そこは分かる人にしか分かんないかもしれないですけど、なんかめちゃくちゃ可愛いのにすっごい下ネタを言ういいキャラ、そのギャップが大好きで、本当にもう作家さんなんですけど設定的に、でも自分が全裸じゃないと、書けないっていう小説すごいっていうキャラクター、公共放送
ャンス、うん、ちょっとまあ、全然はいけるでしょうっていうまあ、竹内さん、なんかありますか？私、最近なんですけど、ヒプノシスマイクっていう出た、あ、出ました、今日来てきたパターンも人前なんですよ。じゃあ、ここの、この、あの竹内さんと高橋くんってファッションとこう選曲とかってわかる？あー、わかるわかるみたいな気持ちが来る。すごい王道ね。飛び出してるんです。うまいね。そうなんですよ。はいはいはい、もう、ヒプマイはもう本当にみんなもう箱推しでもうみんな大好きなんですけど。出た箱推し。出た。どうたくなんで。ヒプマイのあの新宿ディビジョンっていう。新宿ね。はい、新宿。あ、優勝しました、ね。優勝しました。おめでとうございます。その新宿ディビジョンのあのリーダーのあの。神宮寺ジャクライ先生がもう大好きで、挑発キャラで超身長キャラ大好きみたいな。ジャクライ先生、あの語り口調の、そうです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 、ポエポエマーな感じの、 あれをラップって言っていいのかわからんけどかっこいい。そうなんですよね。もう声がかっこいいけど何でもいいみたいなところあれですよね。ラムダ君とバチバチなんですね。そうですね、ラムダ君とバチバチですね。次タグマロン、はい、もう僕はさっきもドラゴンボール紹介させていただいたんで、言います、孫悟空です。出た孫悟空出た、大好きです。大好きで、特にあのフリーザ編の時のクリリンぶちのめされて、それで怒ってスーパーサイジになる時、あそこが一番かっこよかったじゃないかな。名言のところってね、名言王道好きだね。めちゃくちゃ王道、王道大好きですね。いや大好き。そうなんだ、そこはもう血がたぎりましたね。年代的にドラゴンボールって誰？僕あの37なんで、やっぱドラゴンボールの年代なんですよね、はい、僕も VHS とかで映画擦り切れるほどは見てましたね、そのやつを。私は年代じゃないです。僕も違いますね。私も違いますね。ですよね。僕20です。これってでもあの漫画喫茶とかがやっぱ流行ったから、あ、そうですね、インターネットカフェとか、うん、そういうところの関係でね、やっぱみんなが触れる人が多くなったっていうのは、あとゲームもずっと出続けてますもんね。ゲームはでかい、もうでかい。親の影響とかもありますよね。あ、そうですね、兄弟とか、うん、ちなみに高橋さんは好きなキャラクター？はい、まあ僕は、まあ、男として代表としてちょっとまだまた年代が出ないと、会津の、吉月伊織ちゃんというキャラクターがいるんですけども、わかんない、わかんない、桂先生、はい、桂先生、あ、ウィングマンとか、はい、ビデオガールとか、Z マンとか、Z マンとか、アイズ、わかるわかる、はい、アイズの静月ゆいちゃんという、まあ、キャラクター、ヒロインがいるんですけども、もう未だに引きずってますね。超ニコニコしてるじゃん。未だに感じます。桂先生の絵はすげー綺麗、はい、そう、僕はあの初恋だ、僕ビデオガール、あー、ビデオガールですね。見よ、見て見て見て、この僕らがどんなに腐ってるかの、あのオタクになってるかって超最高。いや、かなり、あの日は夢が現実になる日だったっていう名言があるんですけど、ぜひ、まあ、読んでない人はもう読んでください。男の子も女の子も楽しめると思います、はい、いいなぁ。あとはおすすめしたいキャラっていうのおる？なんかここ最近僕で言うと今テンスラって言って、テンスラ、あの、言ったって言ったって、主人公主人公リムル、そうそうそう、リムルがいい、リムルテンプスとか、テンスラって何て作品ですか、ももちゃん。え、転生したらスライムだった、剣って略してテンスラなんですけど、そうそうそう、面白い。そう、なんか主人公が、まあ、現実世界で死んじゃって、死んだ後に転生、まあ、転生したらスライムに生まれ変わってたっていう、しかもただのスライムじゃないですよね。めちゃめちゃ強いって、チート すごい、あのマイペース、こうオタク用語で言うと、最近のテンプレートは基本やっぱり転生って言って生まれ変わりですね。多いですね、生まれ変わりを、ね、チートっていうのがもう無敵状態、はい、まあ、あの例えると最初からスーパーサイヤ人だったとか、俺強えってやつですね、はい、苦労はするけど、あの何やろう、ピンチは来ないというか、そこそこのピンチのまんまっていう、そうそうそう、ピンチを一応演出してるけど実はみたいな、うん、面白いですよね、転生ものは面白いですね、全然負けないっていうね、面白い、これはすごい好きで、今ちょうどワンクール終わりましたよね、終わりましたね、うん、そう、ちょっとそれで僕の毎日の楽しみが減っちゃった、あまたでもやりそうですけどね、あ、あれ続くでしょ、続きますね、決定してるんで、あ、もう決定してるんだ、そう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 、さあ、じゃあ次の曲行ってもらいます。次の曲紹介してくれる方は誰ですか？はい、私です。はい、では私のおすすめのグランロデオさんの曲でキャンドゥです、どうぞ。
こんな感じでこう時間空いたりとかして拾っていくの。ほんでオタク用語とかやった場合にこういう補足とかするっていうのが、ラジオは基本自分のファン以外も聞いてるし、はい、っていうところで言うと、あの今入ってるけどいいかな、あのやっぱり街全体が川崎駅が好きな人が多いから、はい、まあたくまろんは上がったりかなっていう感じの今日いい感じでやってくれてるね、はい、ありがとうございますありがとうございます。しかもアニメっていうのが最高っすね。アニメっすね、やってるねの意味がやらかし、やらかしね大事です。で曲紹介もあんな感じでテンポよくした方が、うん、そうなるとほら、たくまらんやったら曲ね、なんと曲目ってなったら重たいやん、はい、曲に次誰ですかみたいな、ああいうアドリブで、はい、スッてつなげてあげるのが MC のお仕事です。はい、はい、じゃあここからちょっと告知に多分終わったら行くので、はい、はい、どうですって言って午後12分ぐらいまでですよね。あ、いいのか、こっち長めだからいいのか、うん、そうそう、で、だいたいちょい巻きやから、あ、これ告知私から言っちゃって言っていいよ。はい、私、たくまろんさんの後にお店の紹介で大丈夫ですか。はい、じゃあ最初、たくまろんさんから告知、ももさんの次、うん、ももの次、え、ももから、私からで、たくまろんでお店、わかりました。はい、お聞きいただきありがとうございました。ではここで告知に参りましょう。では赤羽ももから告知いきたいと思います。もう明日なんですけど3月30日剣と魔法のログレスのファンミーティングでリーザのコスプレをさせていただき、おー、いただいて、秋葉原でイベントがあるので、すげー、遊びに来てください。それと4月3日コンテンツ東京でコスポの公式のキャラクターことねちゃんのコスプレをさせていただくので、そちらもぜひビッグサイトに足運んでみてください。おー、すげえ。あと、まあ、ちょっと続いて4月5日ソフマップとサンクプロジェクトのコラボの撮影会があるので、ぜひあの例の壁で撮影できるので、ぜひお時間ある方は来てください。忙しいね。ちょっと、まあ、立て続けにいろいろあるんですけど、いいな、いいな。あと、まあ、もちろん、今月27、28にあるニコニコ超会議もいるので、ぜひお会いしましょう。今月じゃないよ、今月じゃないよ。今月じゃ、あ、そうだ、4月、4月、4月です。4月、急に今月になっちゃいました、すみません。じゃあ続いて、たくまろんさんの告知なんかありますか。はい、僕、LINE LIVE という配信アプリやらせていただいてまして、これで、配信、今半年なんですけど、はい、あの半年やらせていただいてます。あのもしよかったらあの LINE LIVE で、うん、あのタクマロンって検索してみてください。タクマロンさんって、はい、普段毎日配信してる感じですか。もう毎日配信してます。大体何時ぐらいですか。大体10時から11時ぐらいが夜の、夜中の、あ、夜の、ほんなら夜中にもし気になった方、はい、あの、はい、見に行ってもらえたら嬉しいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ私の告知させていただきます。はい、今私そのゲームをやってるそのテーブルゲームアドバイザーっていう形で今回呼んでいただいたんですけど、うん、東京都八王子市でボアっていうバーをやってまして、そこで、定番ボードゲームやったりあのメダルゲーム、ダーツ、パターゴルフなどなど、大人のゲームセンターをテーマにして、バーをやっております。これであのラジオ聞いた見たってあのスタッフにお伝えしていただいた方にドリンク一杯サービスさせていただくんで、ぜひぜひ来てください。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、アミューズメントバーボアで検索していただければ嬉しいです。お願いします。ぜひみんな検索してください。お願いします。さあ、ちょっと僕も告知しちゃいます。はい、ももちゃん4月29日僕のイベントでMC やります。 MC です、ね、ほんでたくまろんくんもライブ出てくれる、はい、はい、歌わせていただきます。そうですね、4月29日四ツ谷ハニーバーストでコスミックスっていうイベントをします。はい、コスプレイヤーのファッションショーやあのライブ、あとはダンスとか合わせてコスプレイヤーをミックスしたイベント、コスミックス、なかなか面白い、すごい新しいイベント。そうですね、このイベントでやっぱであの MC とか出てもらったりもするので、ぜひともねあのこういうラジオを聞いて気になった方はね、ももちゃんのツイッターとかたくまろくんのツイッターを検索していただいたら嬉しいかなと思います。赤羽ももで検索よろしくお願いします。お願いします。はい、高橋さんは特に
はい、今の皆さんの告知のもうみんなが言ってくれれば僕は幸せですみんなに会いに行きましょう。はい、じゃあ最後になりましたがエンディング、うん、違うよ、あ、さてでもね、コスパラジオ今回が本当の最後となりました。もうちょっと残念ですけどすごい楽しかったです何か谷さんありますか。そうね、あのゲストの方はどうでした初ラジオ。ああ初ラジオ結構緊張しました。でもアニメとかなんかそういう話題のおかげで結構話したかなと思います。ラジオってね、はい、あの30分実は初めてで言うのは、はい、慣れたくらいに終わっちゃうっていう寂しい。そうなんですよね、今やっと緊張してきたぐらいの温まってきたみたいな温まってきたぐらい。もうじゃあ初 MC どうだった。いやもう緊張しますね。さあめっちゃしっかりしてはったわ、ね、うん、もう本当に進行すごかったです。結構時間をね気にしちゃってね難しいですよね。そう、ゲストで出た時と MC の時の感想をちょっと聞きたいな。そう、なんかまあゲストはなんか自由に喋れるか全然緊張しなかったんですけど、MC だとやっぱなんか気にすることが多いですね、時間とかいろいろちょっとね、そう大変だなって思いました。でもなんかみんな楽しんでくれたら嬉しいです。楽しかったです。ありがとうございます。ではちょっとね、あの2年もの間こうラジオに関わらせていただいたことは、まあ私にとって本当にかけがえのないものになりました。まあ、あのゲストさんはいかがでしたかっていうのもちょっとねさっき聞いちゃったんですけども、まあ、こういうところでねみんなと触れ合えて集まれたのがすごい嬉しかったなと思います。本当に感謝してます。あの聞いていただいている方はこういうねあのワイワイしてるだけのラジオだと思うんですけどそうそう、ではももちゃん締めましょう。はい、それでは皆さんまたいつかお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。最後はこの曲でお別れです。アクアタイムズアローン。あ、めっちゃ撮ります。はい。